爆発から数分経った。時々現れる月の光を頼りに本能的に交換パンに人が集まってきた。この後どうすべきか皆指示を待っていた。しかしいつもは声高に命令を伝えるスピーカーも沈黙したままだ。他に指示を出す人間もいない。交換パンには500人はいた。負傷した者、やけどをした者もいたが、怪我をしていない元気な者も多かった。しかし、ほとんどの者が寝ているところを飛び出してきたため、パンツにシャツだけの状態だった。ナイフや懐中電灯を持っている者は数えるほどだ。この時はまだみんな落ち着いていた。こんなにどっしりと安定した大きな缶が沈むわけはないと考えていた。軍医はやけどや骨折などの負傷者に暗闇の中モルヒネを打ち、止血のためのゼリーを塗った。しかしやがて艦首が急速に沈み出し、管理が上がり、さらに急に右に傾いた時には一気に不安が高まった。救命胴衣を取ってこいと叫ぶ声、何かが壊れる鈍い音、メリメリと裂けるような嫌な音が響き渡り、誰かが海に飛び込む。皆その後に続いた。しかし重油の漂う真っ黒な海に飛び込むことをためらう者もいた。彼らは大砲や支柱につかまり、奇跡が起きるのを待っていたが、それは起こるはずもなく、やがて漏れなく水に浸かった。艦の後ろ30メートルの部分はまっすぐ空中に突っ立ったまましばらく動かない。周りの海面にいた者は未だ回り続けるスクリューに巻き込まれないように、なるべく艦から離れた。月に照らされ白く輝いている巨大なスクリューを見上げ、マクベイ艦長は「これで俺はおしまいだ」と感じるとともに、この大きな残骸が自分の方に倒れかかってくるかもしれないと恐怖感に襲われた。しかし次の瞬間、いや、倒れてくれた方がいいかもしれぬと考えた。兵学校出身で海軍軍人2世でもある自分が、生きながらえてどうなるかは分かりきったことだ。このまま艦に潰されてしまった方が楽かもしれない。後に待ち受ける面倒なこととはおさらばだ。しかし一方、生き延びたいという意欲も強かった。気づいたら、艦から離れようと必死で泳ぎ出していた。重油まみれになってふと後ろを振り返ると、インディアナポリスの姿はもうそこになかった。昭和20年7月30日月曜日午前0時14分、橋本艦長の放った魚雷が命中してからわずか14分足らずの出来事であった。全くの偶然で襲撃に絶好の時間に絶好の地点で浮上した日本の潜水艦E58戦。月がちょうどあの時間にあの場所に出なかったら、雲があの時に晴れなかったら、この成功はなかった。図らずも日本海軍は原爆に一矢報いることとなった。インディアナポリスは爆発から沈没までの間、よろめきながらも前進し続けた。そのため数百名の乗員は広範囲にわたって海面に散らばり、いくつものグループに分かれた。一番大きなグループにいた軍医長は負傷者を助けようとその方向に向かうのだが、体が思うように動かない。辺り一面重油の海で、とても泳いでいけるものではないのだ。しかも辺りには悪臭が漂い、目を強烈に刺激する。重油を飲み込んだ者は胃袋が飛び出すほど吐き続けた。目に入った者は激しい痛みに耐えかねて泣き叫んだ。目をこすると痛みはさらに激しさを増すのである。皆このドロドロの重油から抜け出そうと必死になってもがいていた。その頃すでに負傷していた30名ほどが暗闇と混乱の中海底へと沈んでいった。夜が明ける頃800名ほどが生存していた。運よくボートに乗れた者、救命胴衣を持っている者、捕まる浮遊物がある者もいれば何も持たない者もいた。薬も器具もない軍医はもはや医者ではなく検視官になっていた。動かない者がいるとまぶたを開いて生死を確認する。何の反応もなければ救命胴衣を脱がせ、遺体を海に沈め、胴衣を持たない者に渡す。渡された者はたちまち元気を取り戻した。この灰色の直帰で48時間は命が保証されるのだ。この頃はまだ同意の奪い合いは起こっていなかった。月曜日、太陽が昇ると少し希望も湧いてきた。インディアナポリスがレイテに到着するのは明日火曜日朝の予定だ。予定通りに入港しなかったらすぐに捜索が始まり、自分たちは助かる。いや、遭難電報を受けた救助隊が早ければ今日にだって到着するに違いない。そう考えると体に力がみなぎった。明るくなりボートを調べると非常用食料が出てきた。真水はないがこれで数日は持つ。他には発火信号の入っている缶、救難信号用の鏡などを見つけた。さらにキャメルのタバコも出てきた。皆の顔がパッと明るくなる。しかしマッチが水に濡れて役に立たない。とタバコは海に投げ捨てられた。その日の午後1時、2機の爆撃機が見えたがかなり高い上空を飛んでいて何かを探している様子ではない。それを見上げながらひとまず無線を打ってその後カンと一緒に助けに来るつもりだろうと誰かが言うと周りはそれを信じた。しかし疲労はたまり傷口は海水でただれてくるし、波に揺られるボートに座り続けているとあちこち痛む。かといって立っているとフラフラとして倒れやすい。ボートもなく泳いでいる者にとってはさらに過酷だった。重油のため目は見えなくなり、飲み込んだ油を何時間も吐き続けた。鼻、口、喉、すべての粘膜がヒリヒリと痛み、誰も口をきかなかった。しかし時折誰かが「救難電報は打てただろうか、いつ頃救助が来るだろうか」と尋ねる。士官たちは決まって「電報は確かに打てたよ」と言い聞かせ、周りは半信半疑ながらもそれを信じるしかなかった。朝は冗談を飛ばしていた連中もその元気は長く続かなかった。太陽が次第に高く昇り重油をギラギラと照らすと目は激しく痛み、目をつぶっていても2つの火の玉が頭の中で燃えているようだった。気温がだんだん上がってくると今度はやたらと喉が渇き始めた。辺りにはじゃがいもや玉ねぎが浮かんでいたが誰も食べようとしない。食べたら吐くし、吐いたらまた喉が渇くからだ。海水を飲んではいけないことは十分承知しているが我慢できなくなったものがガブリと飲んでしまう。しかしすぐにもがき出し、やがて動かなくなった。深夜、人食い魚の恐怖も始まった。突然一人の男が悲鳴を上げた。そして両手をバタバタさせたかと思うと血がそこら中に噴き出した。周りの者はこの敵を追い払おうとしたがナイフもないので大声を上げたり手で水面を叩くくらいしか術がない。月曜日の夜までに負傷者の大部分は力尽き、海底へ沈んでいった。元気な者も果たして生き延びることができるのか、皆不安になってきた。ギラギラと照りつけていた太陽が沈むと一度ほっとした。しかし暗黒の恐怖がやってきた。街の明かりなどない大海原では日が沈むと漆黒の世界だ。すぐ隣のものの顔さえ見えない。ちょっとうとうとした隙に、グループから一人だけ離れてしまわないか不安が募る。7月31日火曜日。皆元気はなかったが、まだ希望があった。救命胴衣の浮力が減ってしまい、顎まで水に浸かるようになったが、今日一日は持つ。その間にきっと救助が来るだろう。波に揺られ、長い一日が過ぎていく。しかし、救助の飛行機も現れなければ、完成も見えない。気持ちはすさみ、交代でボートに乗る順番や、食料の分配について、あちこちのグループで喧嘩が起こり始めた。期待された火曜日は、飛行機の姿一つ見えないまま、触れてしまった。日が暮れると、救助の飛行機が来るはずもない。いろんな幻が見え出したのはこの晩からだった。水面を滑走する救助の飛行機を見たもの。こちらに向かってくる艦の明かりを見たもの。日本の潜水艦が機銃掃射に来たと恐れるもの。飢えと疲労と不安と絶望感で、この夜幻想の世界に行ってしまったものはたくさんいた。